ナメハダタマオヤモリは、タマオヤモリ族の一種。全長12センチメートル。和名の通り、皮膚には、トゲ状の突起等は見られず滑らか。尾は短く、この葉状で先端が、球状になる。砂漠や荒れ地等に生息する。夜行性で、昼間は地面に掘った巣穴の中で休み、暑さや乾燥、外敵から身を守る。食性は、動物食で、昆虫類。 節足動物等を食べる。繁殖形態は男性で1回に2個の卵を数回に分けて産む。オスはメスの頭部に噛みついたり、相配質空を舐めて交尾を迫る。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。本種の生息地であるオーストラリアは国内に生息する野生動物の輸出を禁止しているため、過去に研究用や 動物園での展示用に輸出された個体からの繁殖個体のみが流通する。そのため、流通量用は少なく極めて高価ではあるものの、日本国内も含めた飼育か繁殖例は増加傾向にあるようで、流通量も以前に比べると増加している。玉尾や森族内では流通量は多い。主に元足が流通する。普段は巣穴の中に潜んでいるため、 砂を厚く敷いたケージで飼育される。レイアウトとして、岩や市販のシェルター等を設置することもあるが、砂の上に置いただけでは下に巣穴を掘った場合、崩落して下敷きになる恐れがあるため、岩やシェルターを設置した後に床材を敷く。性質が神経質かつ臆病なためできれば落ち着いた環境で飼育し、掴んだりするようなことは避けた方が良い。昼夜の温度差をつけるため、 昼間には小型のスポットライト等で局所的な熱源を作る。昼間は巣穴で生活するため角の乾燥に弱い。巣穴の崩落を防ぐ目的も兼ね、砂の表面は乾燥し底は湿っていると良いとされる。もしくは市販されているウェットシェルターが用いられる。ありがとうございます。